後輩の女寝とったクソかっこ悪い金梅ですよ。やめて、怖い。金梅は。もう終わったんですよ。俺の憧れのスーパーヒーローの金梅は終わったんだ。そうはねえか、みんな。違う、俺が言ってること間違ってるよ。俺は金梅さんのニコ生デビューの時震えたよ、マジで。ちげえの言ってること。あれ言ってる。ちげえの？ニコ生のあのスーパースター。俺は神ってコメント打ったんだよ、神だって。神降臨だっつって。神だろ。でも私、あのフィレオ。フィレオフィレオリスナーだったから。マジで後輩の女寝とるぐらいに、もうクソかっこ悪いよ。お前、落ちぶれたんだよ、マジで。ちげえのかよ。お子さんですよ。ヒカルくんかわいそうだよ、マジで。俺、ヒカルくん親友だから、マブダチだから、マジで。私、緑杯なんだから。ちげえの？ポットじゃないよ、お前。4年やってるわ。ああ、静かに喋るわ。ねえ。いやでもそれは俺間違えてんの。おかしいやろ、どう考えても。俺ヒカルくんともう絆があるから、絆が。3倍目ヒカルと絆があるから、本当に。俺ヒカルくんの肩持つよ、今回の件については。今回の件についてはヒカルの肩持つから。じゃあタマちゃん、ちょっとやめて。タマちゃん一旦ちょっと。いや、そういうことでしょ。三倍目ヒカルの肩持つから。俺は。いや大丈夫大丈夫。俺ヒカル君のマブダチだから。ちょっと映るすぎ。はい、映る。はい、映る。こっち来て。そう、こっち来て。隣に映ったら。じゃあタマちゃんは。いや、かっこ悪くねえよ、後輩の女に手出すって。後輩の女に手出すってかっこ悪くねえよ、ほんと。いや、俺が言ってること間違えてる。後輩の女に手出すって間違えてんじゃないの。どうなん？どうなん？後輩の女に手出すとかクソダセえだろ。クソダセえわ、マジで。マジで。どう考えてもおかしいだろ。俺が憧れてたスーパースターの金梅はもういねえんだよ。死んだんだよ。何が起こってんの。うるせえやバカ。うるせえ。俺はヒカル君の友達だから。なんで来たのか知らねえよ。俺が行きたいところに行くよ。すげえの。俺は金梅さんに憧れてここまで来たんだよ。俺は金梅さんに憧れてここまで来たんだよ。さあもういねえよ。俺の憧れの金梅は。俺の中のスーパースターは死んだんだよ。俺の中のスーパースターは死んだんだよ。さっきはね。うるせえや、小林どもよ。お前ら見てて悔しくねえのか、今の金梅さん見てて。俺が言ってること間違えてるか。間違えてねえだろ。俺はあの頃の金梅さんが好きだったんだよ。憧れてたんだよ。マジで気持ち悪いな、囲いとか。マジで気持ち悪いよ。だってお前さ、散々さ、何時間前？マジで気持ち悪い。変わった。変わっちまったよ。変わっちまった。本当に変わったよ、本当に。変わった、マジで。あんなキラキラしてて、神回を起こすんだよ、金梅さんいないんだよ。いや、面白くならないってやってるけど、今4000夏休み見てるよ。こんな朝の経営すげえのかよ。で今の金梅さんピークのちげえだろ。全盛期は最初ニコ生始めた時の1年だだろ。すげえの。じゃあ俺も行かないとしたら
俺はそう思うよ。光行かないんだよ。俺はそう思うよ。俺は正直憧れてたの。こんなかっこいい男いるのかっていう話だよ。じゃあもう2ヶ月2人で行けばいい。だってもうチケット取ってるんだから、こいつら2人で行くって言ってる。俺は金梅さんが好きなんだよ。だから言ってるんだよ。メラリちゃんとストーカーのキャスから見始めたクズどもとは違えんだよ。キャスから金梅さんを見始めたクズとは違えんだよ。ということになってしまうよ。押し方ないよ、これは。あんだけ薬師前行ってきて。よし。始まりですよね。あれだ、沖縄もなしでしょ。いや、なんか。え？モコリンどこにいんだ。モコリン潰れて。モコリンは潰れた。そういうのね。ヒカルが一人で。それは知りました。モコリンやってきた。俺がモコリン。試験しか呼ばないって呼んでないから。いや、俺本音を話すよ。本音を話すよ。俺にとって金梅さんはスーパースターだから。じゃあ今の金梅さん変わっちまったんだよ。後輩の女に手出す女に変わっちまったんだよ。すげえな、クソかっこ悪いだろ。人が壊れるな。販売の光の女に手出す女になったんだよ。許せねえよ、マジで。許せねえよ、本当に。じゃあもうタマちゃんに切るってこと。俺はもう許せねえよ。なんで変わりました。後輩の女に手出すとクソかっこ悪いから。すげえな、言ってること間違ってる。え、でもタマちゃん関係ない。言ってること間違えてる。変わったよ、本当に。お前らが金梅をつまらなくしてんだよ。おめえらが金梅を腐らせてんだよ。お前らが金梅を腐らせてんだよ。マジで。俺は認めねえから。俺は最高の金梅知ってっから。最高で最強だった金梅知ってっから。おめえらにわかとつけんだ。それだけに携帯中にしてたのに。ガチじゃん。いや、仕方ないよ。ポイント。
こう別に彼女のお金だから彼氏の話選ぶっていうのはすごい気持ちかなり俺から胸があったら絶対やろうねでも光がやった女だろ先は3回3回やってるかなり勇気入れましたすごい怖かった金牌もやってるやってる金牌もやったし光が3回やった女でしょだけど、やってるはずよ。でもちゃんと、ね、そんなんで俺もだから、ね、だから、でもそういう感じでやってるわけだから、で今それで見とかなくて。やってない、たぶんどうなんだろう。じゃあやってない。おかしいじゃん、見てた方が。見てる方が関係ません。やめなさい、帰るの。ここで帰るの痛い。連絡取り合ったのに、光が帰ってた。わぁ、難しい感じ。そういったのレベルでしょ。こんな人くれました。これが今の配信のレベルだよ。そうだ、素晴らしい。これが、ベロベロになりました。トミさん、いらっしゃい。トミさん、飲もう。飲みますよ。飲もう。今、緑杯飲んでんの今終わりました終わったみんな何飲んでるんですかみんな何飲んでんだろうねそれ今300、400人ぐらい見てるから自己紹介はじめまして、いきなりすいませんAV 女優やらせてもらってるひとみまどかと言いますひとみまどかちゃんですよろしくお願いしますお酒が入ってますあのさ、後輩の女をさ、寝取る男ってどう？後輩の女？いや、先輩で後輩がいいなと思ってる女を寝取る男どう思う？でも、なんかネタで考えてるのかなって私は思っちゃいます。なんかやっぱり男は男を選ぶ、女は男を選ぶために、何かって思っちゃうから、なんだろそこで寝取ったとしても結局は、寝取られた方が負け。あ、そうです、ね、そうです、ね。なるほど。結局女が裏切られるのかなって私は。なるほど。裏切られるとかじゃないけど。なるほど。まあ痛い目見んの前なので。なるほど。その後で笑い話にされるの女だよねって私は結局思っちゃう。なるほど。なるほど。どう思いますか。光くんが悪いな。かっこよくねえってことし。そう増えない言葉になかった私。あなるほどね。って思っちゃう。光くんが先輩に女寝取られるってことは光くんが悪いってことか。なんか女が悪いって思っちゃうな私。だって。女が悪い。あれマジで。女。じゃあそれは別にやってるとは思ってない。どっちでもなんかえなんでそこに寝取られたの。なるほどね。いいなって、いい人って思っちゃったんでしょって。なるほど。なんか男と男の絆ってあるなって。あるあるある。思ってしまう部分があるから、私の中では。それを信じたいです。うん、まあ、期待しない。金牌さん全然悪くねえな。金牌かっけえわ。わかんない、私わからない。その金牌さんかっけえわ。誰がなんちゃら本ちゃんですなんかあんの？楽しい会でみんながコメントしてくれてなんか幸せ。あ、みんな進むんだ。金梅さん。すごい有名な人なの金梅さん。あそこにいる人？最強って人いるの？あの人超有名で。すごい。超有名で。みんなで。ひとみまどかだひとみだよ見せられないような文章がそこにあるない V 見てくれたそうそうひとみまどかだね見られてますが秘密文書が病んでますよ知らなければそんなにあ花火ありがとう秘密キッスさん秘密キッスさん花火ありがとう秘密キッスさんありがとうすごいみんな早起きだね結構は朝早いねみんなね平日なのに朝7時で400人めっちゃ
移動させてあげるどういう意味ですか。いや、ちょっと3P してるのか確認するか。 3P してない、本当にしてない、すべて洗いざらい。そうそう、瞳窓かちゃんね、ありがとう、ゆうこさん。そう、瞳窓かちゃん、すみません、お邪魔してます、すみません。そうなんですよ、見せてくれた。おはよう、イレブン、おはようございます。おはよう、心配するの。おはよう、イエーイ。スタンプでやり取りしてんだろ。飲みましょう。みんなで飲もう。飲もう。知ってんだぞ俺は。ドリンクは当たり前だろ。心配のことは7割くらい知ってるから。そんな意味でもなかった。すいません。はい、風船ありがとう。よく入ってください。よく入って、そうなんですよ。私、うるせえや、旅行入りですか。言いたいこと言いたいから配信者やってんだよ、バーカ。私もさ、いっぱい見せてみると思うよ。配信面白いよ、配信面白いよ。言わないよね、そんなのカップルぐらいでお金を見せてみる。なんか荒れてるんだよ。でも、もうほんとみんな早起きだね、すごい。早起き、早起き。仕事、行き、今、電車の時間も。じゃあ、たまちゃんから行こう。なんか仕事行く時に見ながら見てるみたいな。あー、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。何なんですか。グレープフルーツ。なんか怪しいなって。4年ぐらいで。やばすぎてるわけがさ、金髪で石髪がさ、やんでる。ハマちゃんちょっとついてる。配信は分かんないって。配信タッチで。だって女優さんでトップだよ。なんか腰痛レベルに所属してるんだから。聞かれないっていうことが。明日アフリカ TV でしょ。そうなんですよ。明日配信だから。みんなアフリカ TV 見てね。夜の10時からです。夜の10時からアフリカ TV。 10時まで。そういうことか。うまい、かわいい。なんか知らない世界に来れたんで嬉しいです。あー、すげえ金梅のアイコンが変わってる。金梅は見てないぞ。KP KP KP カンパイのこと KP っていう。歌とかも悲しいとかと楽しくなかった。10時からです。夜の10時から。アフリカ TV で見れるんですよ。みんな知ってる。みんなはもうネットを詳しいから、アフリカ TV って言ったら分かるよ。アフリカ TV から夜10時から見てって言ったら分かるよ。なんか前回も出させてもらって、うん、ちょいちょいでやってたんですけど、うん、明日はちょっとエロチックな。どれくらいエロな。いや、もう結構過激な。もうエロです。いいね。やべえ、マジ酔っ払ったぞ。やべえな、沖縄の便間に合うかな。こいつらお金払ってる。夕方、あ、その夕方に羽田。オッケー、わかった。私も何か夕方に検査に行きのアフリカです。検査からの相場。大切なんだよ、検査は。まあまあ、まあ、大事なプロだからね。皆さん検査受けてください、ちゃんと。怖いんでね。モコリン今寝てる、そこで。モコちゃん、モコリン寝てる。じゃあこの絡みは一生見れないんだ。はい、ただいま。やばいね、飛行機乗れるかな。心配のネタが一つ出るぞ。師匠のネタが減るんだ。またマオと話す。もしもいつか1年後か分かんないけど、
でもマウントも絶対毎日配信してるんです。これは毎日、だってこれで仕事なんだもん、これ。これで飯食ってるから。じゃあみんなお友達はもう本当分かる。そうそう、みんな親友だよ、もうみんな親友な。お前ら親友だよな。友達すごい。もうみんなが花火投げてくれて俺は生活してる。風船三色ありがとうな。すごい、風船とかもあるんだ。そう、アイテムいろいろある。親友だよ。ねえ、ヘパレーズに来なくない？ヘパレーズだ、俺結構見てるの。ねえ、私、あの、あれ、ラムネ、うん、ちっちゃい、こんくらいのさ、はいはい、100いくらのさ、売ってるよね、コンビニで。ラムネが二日用に一番効くってやつ。うん、ねえ、ラムネ効くの？ラムネとポカリスエット。ヘパリーズ飲むべきだな。ハートありがとう。ハートありがとうね。ハート嬉しいね。そうそう、ハートとかいろいろアイテムがある。ハンバーガー？ハンバーガーとかね、アイテムの種類いろいろある。ハンバーガーありがとう。隣はみんな興味あるみたいな。すいません、勝手にお邪魔してます。AV やらせてもらってる、ひとみまどかです。ひとみまどかちゃんで検索して。すいません、勝手に。ひとみまどかちゃん。なんか皆さんとこうやって交流できるの羨ましいなと思って勝手にお邪魔しちゃいました。かわいいでしょ。ドミオマドカさんデロデロなんですけど、かわいいでしょ。かわいいってみんな嬉しい。みんなおすすめの AV のタイトル。あ、タイトルはちょっともう幅広い。皆さんがそぐ、例えばスノ私ナース女子高生、うん、もうオールジャンルけどやってるのと、あと一番はあの無人人のガチの無人島に行って沖縄の、2泊3日してテントに泊まり、うん、何回セックスできるか、何回やったわけ。もう分かんないですね。数え切れないほどセックスして、で私が、うん、その無人島のはずなのに、その、うん、たまたまいた漁師たちの人に襲われるっていう、果たして瞳の運命は、漁師に襲われちゃうの、うん、たまたまいた漁師いたんですよ。やば。あと、あの大学生の旅行、卒業旅行にかぶっちゃっていたんですよ、無人島なのに。大学生いたんだ。そう、大学生3人います。でやっぱりこっちは AV の撮影してるんで、見られてる。彼らは興味津々です。やば。もう逃げても寄ってくるで、やば。結構じゃあ俺 AV 監督やるから、今度本当に？そう、仕事もらって。すごい。で、まるかちゃんを指名させてくださいってさっきキャズさんにお願いした。いや、もうぜひぜひぜひ。AV 監督やるからよろしく。AV 監督兼男優ですか？男優はやんない。やんないかい。男優はやんない。男優やるってことは、あれおまどかちゃんと絡むことになるんだよ。ちょっと気まずい感じ。気まずいでしょ。うん。監督だけね、俺がやるの。漁師になりたいだ。漁師になりたいだ。漁師になりたい。漁師よりさ。だって漁師、本当に、その沖縄の本島から、フェ
ェリーに乗ったんですけど、フェリーに乗って、フェリーに乗った先から漁師さんの船を借りて行ったんですけど、うん、フェリーからもうフェリーのトイレで、でも私それも聞かされてないみたいな。もう台本なしなんだそこは。そうです。すげえ。もう乱行イエーイみたいな感じだったんで。今ここでって言われて。一番興奮するエッチってどんなシチュエーションなの？私ちょっと古臭いかもしれないですけど。いいよいいよ。カーセックス。おー。しかも。どれくらいの高級車とか、ああ例えば高級車、まあ、なんか夢は私結構ドリフトとかがほぼ、はいはいはい、まあまあまあ一般的なんですけどフェラーリを汚したい。ああなるほどね、フェラーリでカーセックスみたいな。なんならカーの上で、はいはい、え上めちゃくちゃボンネットでもうすげえよ、ザーメンだらけにしたいみたいな願望あります、ね、そうなんだ。なんか結構やってきたんですよ、やっぱりムーブじゃダメだムーブじゃダメ全然いい全然いい。なんかその車を汚すことがちょっとホストのアケル様が面白いんだ。あとやっぱ密室というか、なんかあとなんか高校生の時とかの部室とかで、何部？ああでも私サッカー部がいいかな。サッカー部がいい。乱闘？いや乱闘。私結構エロアニメを見る、エロ漫画を携帯で結構調べて見るんですけど、はい、そこで。なんかサッカー部のマネージャーをしてて、そこでなんかわちゃこちゃやってる間に、二人でわちゃこちゃやってる間にその部員たちが戻ってきてあどうしようどうしようってなって、急いだ先がそのあのちょっとこんぐらいのもうロッカールーム、はいはい、狭いね、縦のね、二人ギリギリの入るぐらいのところで、うん、バーン入って、いやドキ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 、みんな入ってきちゃう、そういうのグッとくるんだ。でもやっぱり、AV ってそういう狭い空間で撮るっていうの難しいんだ。まあね、まあね、カメラのね、感度とか照明とかいろいろスタッフさんがいるからね。そう、だからできないからまだやったことなくて、でもそれは面白いかもしれないよね。カメラの狭いロッカールームで壊れるっていう。だってカメラに咲いてレオを見るのを見るので、それだけやればもう正しい。マリアンいらっしゃい。ねえ、なんかここの感じめちゃめちゃいい感じですよね。なんかいいね。落ち着くよね、カウンター。俺もカウンターで結構飲むの好きなんだよ。カウンターの端ですし、ね、なんかもう、しっぽり飲むのが、どうですか。煽られないし、お酒も。ロッカーに寝るの。ね、カウンター、ね、ロッカーになられて監視されてたら、より興奮するかもしれない。ありがとう、花イケメン、おはよう。あのイケメンおはよう。わあすごい、みんなおはようで来てくれるんですね。結構朝方強いかもしれない俺は。朝方。ひとみまどかさんで検索して。すいません、お邪魔してます。みんなひとみまどかさんで検索して。私乱れるわよ。朝だからしょうがない。何もいいか。あ、でも、待って、私は聞き捨てならないコメントがあったんですけど。どれどれ。実際は塩あんな吹かないよね。最悪。それ答えてよ、リアルの。いやマジで吹いています。本当に。でもポカリとか飲むんじゃないの、多めに。やっぱり水分正直水分量は必要なんですけど、多めに取る私の場合は、うん、もうピンポ
ポイントでこうなったら、だってあれしょ、そのさ入れてその尿道が上にあるから、はいはいはい、そこの部分と、この部分そう、まあ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 そうそうそう、ここここここちょっと決めが聞いた、やっぱりそれは分かってないんだよ、はいはいはい、いらっしゃるんで、はいはい、まあ普通の人でも聞くよね、ポイント分かってる人は、あともう一つは開放的になってたら分けるし、飛び具合とかも男優さんによって変わったりとか、気持ちの面で変わったりとかは全然、でも俺塩吹いてる女の子何人もいるんだけど、あのその性的な気持ちよさよりもその恥ずかしさとかおしっこし、なんていうの、その吹いちゃったみたいな恥ずかしさの方が強いっていう、性的な気持ち強さじゃないっていう方が多かったんだよ。あーでも開放感、開放感、そう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 、なんか恥ずかしさを乗り越え、恥ずかしさはここで、性的興奮ここで出せたみたいな、あー段階踏んで、はいはい、でもオーガズムはさ、そうでもないでしょ、その塩を吹くっていうオーガズムとその 本域のオーガズムはまた先にあるわけだ、あ、また別です、別でしょ、まあ一緒の時もありますけど、やっぱり、うん、私はちょっと別かなっていう、別だ、ね、FC2 見たって昨日は、え、嬉しい、ちょっともうね、ちょっとグタグタもうさ、私一人で気持ちよくなっちゃってさプロだよ、プロでも、女の子が塩吹きやすい環境を作ってあげること大事だと思うよ、やっぱりそう、自分の部屋だったら嫌だろうし、彼氏の部屋汚したくないっていうのもあるだろうし、あの、ホテルであったりとか、汚したいの、彼の部屋を汚したい、彼の部屋を汚したいの、ベッドとかビシャビシャにしたい、したい、したい、快感、それもプラス快感、え、ここで出しちゃっていいのかな、あー、いいのかな、はい、出ちゃった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 、快感一番気持ちよかったセックスって何の、俺ね、よく言うんだけど、普通さ、クリトリスと D スポットと中息って3つ、大きく分けて3つをよく言われるけど、俺は7段階あるって言ってる、で、7段階で、6段階まではそれでことはできるけど、7段階目は死ぬよって教えてるの、で、6段階目までは連れてくる、だから女の人とかさ、意外と行ったことないっていう女の人とか、行き方わかんないっていう人いるじゃん、結構、でもそういう人を全員もう6番目に活性上げてるのよ、で、7回目は死ぬよって教えてるんだけど、どういうセックスが気持ちいいの、プロとしては、普通は、まあ、撮影で例えるならば、うん、もう監督1人と、うん、私、まあ、女優、AV 女優1人、2人きりだ、そう、1対1で、もう何の、まあまあ、基本打ち合わせするんですけど、うん、軽い感じのとか、うん、まあ、密なやつもありますけど、はいはい、基本はもう1対1で、まあ、監督兼男優みたいな感じで、ビデオに回って、カメ撮りだよね、そう、要は。そうですね。持って、うん、もうスタッフさんも全員外に出る感じの感じが超興奮するんです。うん、本当に気持ちに入れるし、はいはいはい、要はプライベートのセックス感がグッとくるんだ、もうカメラ持たなくてええみたいな感じなんで、はい、セックス時は本当にやばい、セックス上手い人と下手な人って見た目でわかるの、大体わかんないかな、わかんないか、うん、やってみないとわかんない、やっぱり上手い下手ってやっぱりあの、うん、人のことを思えるか思えないかって思っちゃう、ああまあそうだよ、やっぱり自分も気持ちよくなりたいし、相手も気持ちよくしたいっていう気持ちが生まれた時、うん、お互いがお互い思えた時の、まあ、そうだね、ちゃんと目を合わせるわかる、最高のセックスって最低のセックス
で自分が気持ちよくなることだけ考えて相手にプレイ要求することだ。でも最高のセックスって相手が気持ちよくなるかどうかだけお互いに考えてる時だよね。あ、まあ、そうですね、うん、そうだと思う。いや、そうだと思うよ、うん。何歳まで AV 女優になりたい？でも私今24歳なんですけど、25と言いつつ、うん、来年？そうなんですけど、うん、やっぱり自分の中で固まってないものがあるんで、26かなとか言いつつ、なんか伸びていっちゃうの、なんかそう言ったら伸びるんだよね。もうそれでやってくんでしょとか思われるのも嫌なんで、まあ、30までには。プライベートではどんな妄想でオナニーするの？もう私は本当に基本エロ漫画です。エロ漫画なの？どういうシチュエーションに興奮するの？例えば、一番がお兄ちゃん、私お兄ちゃんいないんですけど、うん、お兄ちゃんとのやっぱ近親相関、近親相関。でもお兄ちゃんにどうされたい、どういうシチュエーションで。それがこれ誰か見たことあると思う、有名というか、なんか、うん、お兄ちゃん、うん、乳首とか調べたら出てくるんです。乳首、漫画とか調べる。お兄ちゃん乳首で調べるって出てくる。漫画も必要ですね。それ出てくるんですけど、うん、なんか、初めまして、初体験の彼氏とやるんだけど、うん、やってる最中に、うん、お兄ちゃんが帰ってきちゃって、はいはいはい、おい、俺も混ぜろよみたいな。おー、 3P が始まる。 3P が始まるんだ。 3P は、おありなの？なしか？私全然ありです。興奮する？します、します。だって2人の男、まあ、男を私だったら。ありがとうございます。あー嬉しい。山津さん優しい。山津さんからお味噌汁が。やったー、優しいよ。こういう気遣いがね、キャスバーへ。あったかいです、めちゃめちゃ。え、何、そのお兄ちゃんにどうにかされたいっていう気持ちがあるの？そうです。年上の、そう、お兄ちゃんがめっちゃ欲しかったんで。芸能人で言うと理想のお兄さんどういう人？理想のお兄さん、こんな人がお兄さんだったらいいなみたいな。なんかザ理想の人っていうのはいないんですけど、私ちょっと何考えるか分かんない人が好きで、はいはい、ゴリ入れただけで、ちょっとあれ、あいつ頭狂ってんじゃねえのかぐらいの。おー、なんか青少年とかいうよりは、うん、怖い怖いみたいな。もっすぐ太さからは気持ち悪いな。なるほど。ずっと笑ってるんだけど。そんな消えなくてもいいね。私いつまでやるんだろうね。そういうの。うまっ、超うまい、うまい。熱い、あげよう、あったかい。キンバさんって有名な人は、あの最強って書いてある T シャツかけてる人がすごい有名人だ。ちょっと調べたいっすわ。うん、キンバで検索してごらん、携帯で。携帯が出たんだ。携帯出たっちゃった。やっぱりやりたい道のみんなで来ると思って3時間かけて。いや、うまい。どうしよう。普通にお湯入れただけで。いや、染みる。お湯染みる。そう、そう言われたらそういうしかないだろう。最初マジで染みる。まあ、でも朝だけですから。飲んでねえじゃん。いや、でも、今さ飲めたら体的に飲んでた。なんで？
ツイッターは見ないでください。僕のツイッター見ないでください。なんで僕のツイッターは見ないでください。すぐ見たい、すぐ見たい。なんでなんでなんかやばいこと書いてあったの。ちょっとやばい、ちょっとやばい。え、なんて書いてあったの。ツイッターが今炎上してる。え、やばい。僕のツイッターは絶対にツイートしないでください。みんなですよ。僕のツイッターは勘弁してる。ツイッターで広めるためにやってるわ。ちょっとやばい、これは。これはやばい。ツイッターはやばい。ツイッターちょっとやばいね。ツイッターがちょっとやばいことになった僕のツイッターは絶対リツイートしないでください。スルーでお願いします。初見さんいらっしゃい。お召しすると美味しい。うまいね。うまいよね。落ち着く。そうだね。こういう気遣い嬉しいよね。本当に本当に落ち着く。本当に。今ね、リアルタイム1100人ぐらい見てる。すごい。1100人。やばい、ちょっと1100人の方が。でもあれでしょ、あの FC2 の時1500人ぐらい見てたんでしょ、今日は。なんかあんまり前回よりもみたいな感じで詳しく聞けなかったです。申し訳ない。うまいね。気持ちよくなり、お酒も飲み、今こうしていられることが幸せです。理想の、最高の理想の男はどんな感じの男なの？さっきはセックスの話ね。結婚とか、その運命の人みたいな人。難しいですね。出会ったら出会ってないんだよ、まだ。何が理想かも分からないし、でもやっぱり、そういうのは保険が効いてるじゃん。この、お仕事、なんか偏見じゃないのか。でも偏見っていうか、今さ、憧れの職業みたいになってるわけだ。綺麗じゃないとできないわけだ。下手なアイドルより全然綺麗なわけだから。いやでもやっぱり多いから、うん、なんか悪い仕事でもないって自分で思いつつも、うんうん、まあまあ賛否両論あるんで、うん、難しいかな。それを踏まえて受け止めてくれる人が素敵だなって思います。もうすごいと思うよ、綺麗だってさ、うん、でもすごい楽しいですね、仕事は。本当に良かった。おはよう、やすいじいち、おはよう、おはよう、みんなおはよう。くどいてないよ。無理だよ。
全然自分の身の丈ぐらい分かってるから。しょっぱい下の方しょっぱいよね。混ぜ忘れちゃった。そうなんです。歯並びね、セラミックがちょうど入れたばっかりなんだって。すごい綺麗。まどかちゃんでしょ。すごい、私の目のあれでコメントが追いつかない。そうよね、1000人ぐらい見てるから今。ありがとう、千代子。タバコ吸います。ほい、勝ったのか。はい、じゃん、ほい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 。すごい綺麗な人だと思うよ。むしろ強いからいいはずなのに自分で立つ。学生の頃とかすごいモチなんですよ。私学生の頃は本当に一人の時にめちゃくちゃ拒んでしてて、先輩男子校の彼に、もうアタックしてましたね。え、付き合わなかった？大きい。で、結局1年後に付き合いました。おー、よかったじゃん。すごい嬉しかったよ。クソどうでもいい。クソどうでもいい。クソどうでもいいし、もう終わった過去。でも初恋でしょ。あ、そうですね。はぁ、ありがとう、バーガーありがとう、アイテムありがとう、アイテムありがとう。ハンバーガー食べたい。また、なんかあれば。ぜひ。夜は、どんな感じなんですか？スケジュール、スケジュール。名前は何て言うんですかって。夜の見てる。瞳まどかと申します。まどかさん、瞳はね、仁に美しいって書いて、瞳で。で、まどかさんはひらがな、まどか。初めまして。瞳まどかさん。そうそう、ありがとう、カムイさん。読み間とか。ヒカル君イケメンだよね。めっちゃびっくりした。二次精子ってあるの？二次精子？こうなんかよくなんかカルピスとかさ、よく都市伝説あるの。なんかこう撮影とかで二次精子っていうのが有名になってんだけど、ネットの間で。なんかそう撮影用の精子。まあまああるとこはあるかもしれないですけど。やっぱり基本的には中出しの疑似精子ってやっぱ中に出してなくてもお腹とか顔とか、はいはい、ぶっかけ用だよ。そう、もう70発ぶっかけとかやってますけど。すげえな。しかも、 もう髪の毛のみとかべちゃべちゃでしょ。う長いんですけど、この髪の毛に全部シルダンギューさんとかスケールとかもう全部本物です。カッピカピだし、やっぱり毒牛のちょっと無理してくる。まどかさん、ちょっとコメント読んで。大丈夫。汚くな、まあ、匂いは結構すごいですけど。はい、なんか読まない。いきます。で、とーっと帰ったよ。大丈夫だね。面白いな、それな。そんな裏が見えるのは面白い。配信者ってないですけど、でもすごいよね。そのさ、金牌もそれ分かってたんです。これ悪いか。
金馬へ玉ちゃん黒ひかるくんも金馬さんも帰ったよ帰ったよ、うん、俺がなんで金馬さんに謝罪すんのありえないでしょ謝ることなんてないでしょあ、はい、なんで俺が金馬さんに謝るの、うん、おじさん帰ったよ今いや、わかんない。配信してたかどうか。配信してたかどうかわかんない。めっちゃ来てた。めっちゃ来てくれた。荒野はどこ行ったの荒野、今日は。シルバーアクセ今日つけてないよ全然今日はシルバーこれだけかなオザーブストラクトのリングだけオザーブストラクトのリングこれ以外ないよ謝るも何も何も謝ることないよ謝ること何もないでしょあフォローありがとうフォローありがとう絡み方だって俺王子さんと絡んだことないからねネットの王子と絡んだこと一回もないあとはまあゴールドのリングだ熱いこの二つかな需要がないのが分かってますけど暑いからしょうがないじゃないですかそんくらい雨降ってましためちゃくちゃ降ってますすごい雨ですよそこはえそんなに雨なんだめちゃくちゃ雨でしたえーマジ洗濯も残してきたわ全部あーもうピッタピタですよこれはローションまみれですまあ、ローソンよりマシかな全然、はい、ねお味噌汁美味しかったですああ、よかったです朝方のお味噌汁うまいですからねめちゃめちゃうまいっす感動しましためちゃめちゃうまいっすわかるよ、どれだけ救えるかみたいなめちゃめちゃうまいねそう、ないっすだよねこういう、こういうチョイスがキャスバーですよキャスバー最高よ、みんなAV の子は今アイドルより可愛いって言われてるんだよもう AV に人気なんだから綺麗じゃないとできないよセクシー女優なんだろうね今日すごいねひまさんもしよかったらフォローしてくださいよろしくお願いしますひとみまどかで抜いていいって俺に聞かないで本人に聞いて本人に聞こう、うん、フォローありがとうひまさんおはようございますここはね夜の6時までかな営業時間は夜のね6時までゆで卵作る作るツイッターのことに関しては触れないでください。はい、はい、はい。いやー、俺もね。そういうふうにやらせる。待って、やだよ。待って。4の獅子16でしょ。2連続負けることで16分の1だから。さらに負けるとなったら6死20したから64分の1だから。負けます。64分の1じゃない。何出しても勝った。最初はグー、じゃんけん。はい。負けた。やった。やった。負け強いね。負け強いね。出る。もし本当に。
意味をしてくれる曲を持ってくる。自作自演とか全然やらないよ俺。自作自演やるほど企業じゃないよ。全然だ。すごい。いや、言いたいこと言いたいから俺は配信者選んだんだよ、職業に。別に俺と反対意見がある人は別に反対意見でいいじゃん。言いたいこと言いたくて自由に行きたいから配信者になったんだよ。よりだんだん冷めてきたね。別に言いたいことを言って何が悪いのって感じだけど。また会えますように。一緒は全然言いたいこと言っていいと思うよ。全然言いたいこと言っていいと思う。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとは痛い。別にね。ああ笑った。いやー笑った。痛い。素晴らしい。リスさんも自由だよ別に。全然言いたいこと言っていいよ。言いたいこと言っていいし、俺も言いたいこと言って生きてるわけだから。でしょ。それがインターネットなんだから。インターネットだから。インターネット。おはようのの。おはよう。リツイートやめてください。ツイッターリツイートとかいいねとかやめてください。やめてください。ラストにあるインターネットリツイートやめてください。いいねボタンとか押さないでください。ラスコにあるな。ラスコに。ラスコかわいいっすね。やっぱ実物。いやラスコいいよ。かわいいっすね。いやもうラスコいるのからね。あのペニオとかね、バックスとか連れてきたら、はい、ああそうっすね。あれとか来た。絶対頭上がらねえから。ですよね。絶対下がらねえ。本当に。もう。今度、あの辺連れてこようか。ツイッター振りではないですね。だからちょっとよく言ってることが分かんないんで、勘弁してもらってもいいですか。はい。僕は彼女いません、全然。はい。だから炎上してます。アンチだらけです。見てね、待ってと言ってた。待ってと言ってた。それは俺知ってる。貼ってみてから800人のアンチに今叩かれてます。悪いけど、そうそう知ってる。コメント読んでるよ。今ね、あのね、あのうちわの、あの配信者の中でも嫌われてる。びっくりする。同業に嫌われる系の配信者。すごいよね。コメント読んでるよ、アキさん。マジ笑ったー。コメント読んでるよ。みどりさん。あれもあるよ。あ、まあ、みどりさんが結構嫌いですからね、僕のこと。嫌いやー、はい。でもね、あれね、本心じゃないと思うよ。いや、みどりさん多分ガチで俺のこと嫌いだと思うじゃん。思いますよ。そうじゃねえんだよ。みどりさんは俺のこと大嫌いだと思う。って思うけど、そうじゃないじゃん。あの人だから立ち悪いんだよ。おあわせね、俺ね、もうね、もうね、多分下手すりゃ7、8年ぐらい付き合うのに、はい。で、それが多分数年後、全部気づいたから、最後は上昇して。じゃあ帰る？そろそろ。そろそろ帰りますか、皆さん。もう、違う。もう、もう、もう、まどかさん、いるよ。じゃあそろそろ帰ろうか、皆さん。暴露もされたし。きついよ、俺。もう帰ります。今日沖縄なんで。すぐでも。
キャンさん、すいません、僕帰そろそろ。あ、了解です、了解です。ちょっと、こちら食べたら、パックとか言ってました。帰ろー。今の多分、帰ろーの帰ろー、帰ろー、待っていたんじゃない。和道旅団は俺の囲いだよ。帰ろう、帰ろう。なんかフルボッコにされてた。心折れそうだわ。お会いしたかった。全然、いつでも。期待するよ、俺。今日の夜沖縄にいるから。やめて。旅やるよ、沖縄行く。笑い止まって、いいじゃん。止まったと思って、そしたらまた夜中さんが来て。またか、お前。始まったんか。あ、そうね、そうね。いやー、びっくりしました。マジだね。じゃあ帰りますか、皆さん。KP。すいません、キャンさん、お疲れ様です。ここでよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はみんなバイバイ。お邪魔してごめんなさい。またどこかでお会いできたらぜひ。明日アフリカ TV 夜10時から放送があるんで、ぜひアフリカ TV 夜10時から見てみてください。知ってるかもしれませんが、それもそれでレアなんだ、今見てる人からしたら。ちょっと韓国語一つは覚えていこうかなみたいな。韓国のサイトだから、ね、じゃあお疲れ様です。おやすみなさい。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。よいしょ、帰るか。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。和道でーす。あー、酔っ払った。久々酔っ払ったな。久々酔っ払った。帰ったら修羅場っつうか、何を言ってんの？その俺のツイッターのことでしょ？何なの？別に俺の囲いさんは俺に色恋とか。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。